見えない。はい、皆さんこんにちは。今日紹介するのはこちら、かっこいい観葉植物ということで、今日はアグラオネマのお手入れをしていこうと思います。最近はお値段もだいぶ下がって、でホームセンターとかそういうところでも見かける機会が出てきましたので、以前に比べるとだいぶ身近な植物になってきたのがこちらのアグラオネマピクタムで、購入した方の中にはお花が咲きそうになっている方もいると思います。このお花、実はそのまま放っておくと起こってほしくないような現象が起こっちゃうこともあります。今回はこのお花の対処方法と、今こんな風に水苔で包んでラップを巻いてるんですけど、これの巻く理由、お花にもある程度関係してきます。この巻く理由と、あとは巻いてからする作業とか、そういうのも紹介していこうと思います。興味のある方はぜひ最後までご覧になってみてください。では改めまして、こちらの観葉植物、名前をアグラオネマピクタムって言います。この迷彩柄が特徴的なんですけど、ものによってはあんまりこう迷彩の入らないものもあったりします。で、柄の量とかによってバイカラーとかトリカラーとかマルチカラー、まあマルチカラーの中にトリカラーが入ってるのかな、なんかそんな感じで呼び名が変わったりもします。最近お店で見かけるのは割と育ってるかなっていうのが多いんですけど、赤ちゃんアグラオネマはこんな感じの模様だったりもします。これ種類によってまた違ってくるんですけど、こうやって緑色の葉っぱの中心部分にビーッと白いラインが入ったり、これが成長するとこんな迷彩柄になります。この子とこの子は同じ品種っていうか同じラベルの子です。全然柄が違います。こういう色の変化とかも楽しい観葉植物で、最近お店で売ってるのを見かけた時に気になったのが、結構こうやってお花が咲いてます。お花が咲いてる、お花、花芽が出てますね。これまだ咲いてないです。これピョコッとしてるので、これが咲くと、これ別のアグラオネマでも終わりかけの花なんですけどね、こんな風な花が咲きます。まあ、里芋かって感じのお花で、このお花の扱い方なんですけど、まず一つ知っておいた方がいいのが、お花咲かせ続けていると株がだいぶ弱ります、まあ弱るっていうか、体力をだいぶこの花に持ってかれるのか、下葉が枯れてきちゃいます。これは長く咲かせておいたりとか、あと交配とかしようとして、お花をずーっとこう管理している場合、そういう時ほど、下葉落ちやすくなります。なので、よくネットとかの画像にあるたくさん葉っぱついてるようなアグラオネマ、あれに憧れてる方はこのお花っていうのはもう取った方がいいです。どのぐらいの成長具合で取るかは人によって違うかもしれないですね。このぐらいになったら僕はもう取っちゃいます。まあ本当はもっと早めに取ったりもするんですけどね。取ってもまたしばらく花出てくることもあるんですけど、もう出てきたらその都度取る感じ。去年とかは僕交配しようと思ってずーっとつけておいたんですよ。やっぱりそうすると下葉どんどん枯れてきたりとかするんで、こんな風になんか下の方スッカスカになっちゃうんですよね。で、そういう時は取り木っていうのをするんですけど、このラップを巻いているのはその取り木の準備です。これはまた後ほど紹介していきます。まあ、なのでお花を見てみたいとか、交配してみたいなとか、そういうことがない限りは基本的にはこのお花っていうのは取ってやった方が、株の見た目とかも良くなっていくかなとは思いますので、まあ出てきちゃったなっていう方はこれからの対処の参考にしてみてください。ちなみに受粉の方法とかに関しては、これ僕うまくいったことがないので、あくまでもお話として参考にしていただきたいんですけど、花がこうやって開くと雌しべが先に成熟します。まあ、雌しべっていう言い方は本当はこのタイプのお花の場合は多分正しくなくて、雌花の方がいいのかもしれないですけど、一応わかりやすく雌しべって言っときます。雌しべが成熟して、でそれが終わると今度花粉が吹いてきます。だから花粉が吹く頃には同じこの花の中にある雌しべって終わっているので、この中では受粉できないんですよ。まあ例外もあるかもしれないですけど、まあなので他の個体の同じような時期に咲いたものに今花粉が吹いてきたら花粉取っ
って、で、花が開き始めの時とかに別の株のめしべにつけてやる。そういうことをして受粉させます。あとは花粉を取っておいて、次に上がってきた花につけてやるとか。その場合は自家受粉なんですけど、まあ、自家受粉は、まあ、しづらいっていうふうに言われてたりもするんですけど、できた例とかもありますので、チャレンジしたいなっていう方はやってみてもいいかもしれないです。まあ、とにかく、この時間差で同じ花の中では受粉させるのがすごく難しいっていうのは知っておいた方がいいかなと思います。はい、まあ、受粉させようと思っている方は参考にしてみてください。じゃあ今から取り木の方法ですね、説明をしていきます。まあ、お花が咲いたにしろ咲かなかったにしろ、だんだんこんな風に下葉がなくなっていくんですよ。これ縮めたいですよね。で、縮めようと思った時にやりがちなのが、で、こういうところでカットして、で、それをそのまま土に刺しちゃうっていうケースが多いんですけど、まず発根していないものに対してこれだけ葉っぱがあると、上質管理の場合どんどん葉っぱから水分抜けていくので、水は出てっても吸えない状態が続きます。で、そうすると葉っぱがふにゃーんとしおれていって、まあ、いわゆるペンギンみたいなこんな風になっちゃいます。あとは発根するのにエネルギー使うので、下葉がどんどんまた枯れていったりとか、今せっかくこれだけ柄が出ていたのに、まあ、ここまで急激に戻ることはないんですけど、柄の少ない状態に戻っちゃったりとか、そういうことが起こりますので、なるべく発根させてるものを切りたいです。そこでやるのが取り木っていう作業。やること自体は簡単です。水苔が僕的には一番発根させやすいんですけど、こういう水苔用意して、このビヨーンって伸びてるところに巻きつけます。なるべくニュージーランド産とかがおすすめなんですけど、まあ、チリ産とかそういうのでもいいです。もう巻くだけなんで。で、巻いたらハンドラップを用意して、くるっと回して、結構適当でいいです。この辺はペットボトルでこう筒を作って、で、そこに用土を入れて、やるっていう人も中にはいらっしゃいます。その方が根っこ出てきた時に根から用土を外すのが楽なので、そっちの方がやりやすいですよっていう人もいらっしゃいます。で、こんな風にして放置します。で、大体2ヶ月ぐらいするとラップのこの透明な壁面から根っこが見えてきますので、そうしたら、これからやる作業をしていきます。で、これがもう何ヶ月か経って発根している状態です。こうラップ越しに根っこが見えるんですけど、これ今から取り木っていうのをしていきます。ラップを外して、こっち今巻いた子です。最後ちょっとどのぐらい背低くなるのか比べてみようと思うんですけど、今同じぐらいの高さですね。で、根っこを折らないように優しく水苔を取り除きます。茎の部分の湿度を高くしておくと、茎のところからこうやってどんどん発根してくるんですよ。まあ、長くなってるのは長くなってるんですけど、そこまですごい成長具合じゃなかったですね。これをカットします。使う刃物はあらかじめ消毒しておきます。ガスコンロの火で炙ったりとか、あとセラミック製は折れやすいので、ハイターとかそういうのがおすすめです。そのバイ菌が入らないようにっていうのもあるんですけど、他の植物に使った時にその植物の病気がうつったりとかしたら危ないので、毎回殺菌はしておきます。オリちょっと危ないわ、ちょっとごめんね。で、傷口をアロンアルファで止めます。ちょんちょんちょんと。で、止めた傷口に霧吹きをかけてやると、あっという間に白く固まります。はい、こっちも同じ。はい、これで OK です。で、我が家では植え付けるのは軽石です。最初2センチぐらい軽石を入れて、で、マグアンプ系。で、植物をセット。として、で、用土を足します。トントン叩いて根の隙間に用土をすき込みます。は
はい、こんな感じです。ここまで行ったら鉢底から汚い水が出なくなるまで上から水をかけ流します。で、出来上がったのがこんな感じです。長さ的にはこのぐらい短くなりました。これが下の葉っぱ全然ないよっていう風になった時に縮める方法です。で、こっちの余った方、もう空中に根っこ出まくってますよね。で、こういうのはこのぐらいかな。今ここにピョコンと飛び出してるのあります。これ根っこに見えるかもしれないんですけど、芽です。ちょっと先がいびつになってます。この取り出したものをまた植え付けてやると、この芽が動き出して新しい株になります。これちょっと傷つけちゃったかなんかして、このあたり失敗してますね。なんか、少し表面溶けちゃってるというか削れちゃってます。他が健康そうなので、とりあえずは放置しようかな。で、またこうやって傷口を塞いでアロンアルファで止めます。で、まださらに残ってるんですけど、よーく見るとここにまだ芽がありますので、根元あたりで、で、根元の方は根元の方でまたここに芽があります。でも、もうこれ以上は、取り出して切ってもいいんですけど、僕は取り出さないでこれは塞いじゃいます。ここで打ち止め。根っこちょっと表面に出てるんですけど、気になるようだったらちょっと用土盛るかなんかして根っこ隠します。僕はそのままにします。最後のやつはあえて植え替えないです。なんでかっていうと、もうここで根っこが出来上がってる状態なので、余計ないじりしてない方がやっぱり動きがすごく良くなるので、これはそのまま取っておきます。で、さっきの茎植え付けてきます。で、芽の向きとかを見て上下を間違わないように気をつけてください。芽は軽石の中に完全に入れちゃっても大丈夫です。こんな感じ。これもここまで行ったら鉢底から汚い水が出なくなるまで上から水をかけ流してきます。で、こんなの絶対わけわかんなくなるので、ちゃんとラベルをつけて、室内だったら別にマッキーで書いてもいいと思うんですけど、インクが劣化したりとかするの嫌だよという方は、一番いいのは鉛筆って言われてますね。これは仮なんで。で、切った子たちうまくいくかはわからないですけど、とりあえず一株を4つに増やすことができました。なので背の高くなった子を縮めつつ、こうやって増やすこともできます。とっても効率のいい方法です。で、ここからの管理なんですけど、まず置き場所はレースのカーテン越しの光か、直射日光の当たらない明るい窓辺に置きます。光が強いと結構葉焼けとかもしちゃいますので気をつけてください。我が家ではレースのカーテン越しの明るさにプラス育成灯とかじゃないんですけど、 LED のライトバー、それを真上から照らしてます。ライトバーはもう歩行ですね。で、水やりはこっちの葉っぱのない方も葉っぱのある方も両方とも表面が乾いたらたっぷり与えます。場合によっては腰水とかもできるんですけど、無難なのは表面が乾いたらたっぷりっていう方が根腐れはしづらいです。人によってもこの辺は違うかもしれないんですけど、僕的には用土は完全乾燥はなるべくさせないようにします。完全乾燥してもしばらく大丈夫だったりはするんですけど、やっぱりこう葉っぱがふにゃふにゃになってきちゃったりとか、根っこが脱水されすぎると今度水あげてもその根っこ腐っちゃったりとかもしますので、そういう理由で完全乾燥は避けるようにします。で、この葉っぱがある方なんですけど、今根量だいぶ減ってます。出てく水分に対して根っこの水の供給が間に合わない場合もあります。そういう時は1週間ぐらいビニール袋で植物を覆います。ちょっと今うち透明な袋がなかったんで白いんですけど、あんまり葉っぱ折らないようにこんな風にふわっとかぶせるだけでいいです。見えないですね、ごめんなさい。こうやってかぶせておくだけで
中に湿気がこもるので蒸散量が減ってしおれづらくなります。で、1週間ぐらいして一旦袋取って、で、その日なるべくちょこちょこ様子を見てあげて、葉っぱがしおれてくるようだったらまた袋をかぶせて1週間後に取るみたいな、そんな感じのことをします。昔口縛ってくださいとかお話ししてたこともあったんですけど、しなくても大丈夫、上からかぶせるだけで、だいぶ違います。で、肥料はできれば根っこがしっかり張って植物も葉っぱが展開し始めてからがいいんですけど、うちではこういうの使います。鉢にポン置くだけ肥料、これプロミックっていうのでも大丈夫です。これ今12、12、12ってなってるんですけど、これが観葉植物用の数値になってるもの、これ全植物用みたいになってますけど、これが観葉植物用っていうのを売ってますので、そういうのを鉢の上に置きます。こんな感じですね。これだけで大丈夫です。はい、まあ育て方自体はいろいろやり方はあるんですけど、参考にできそうな部分があれば参考にしてみてください。折りいじけてたのごめんね、ごめんね、あんた目きれいだね、美しい、ごめんごめん、チュン。はい、ということで今日紹介したのはこちら、アグラオネマピクタムの花芽の処理と長くなりすぎてしまった時の対処方法、あと増やし方について紹介させていただきました。ちょっとね、動画撮り終わったら今こっち側にわっさわさありますので、どんどん作業進めていこうかなと思います。今後もいろいろな園芸の情報を発信していきますので、面白いな、役に立ったなという方は高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。ということで今日の動画は以上となります。皆さんご視聴ありがとうございました。ではまた、バイバイ。